さて、先ほどお話をしましたが、鳥居の手前でもって、大名行列の大きな掛け声がかかっているのを聞こえたでしょうか。鳥居組、先取り家の合図を持って、いやーと始めていたんですね。そして大取り家が声を揃えてですね、こらやーのよーよいと先ほど大きな声を出してくれました。唐足も踏みました。足を高く上げ、唐足を踏み、大きな動作です。その所作を3度繰り返しておりました。この階段前でもその操作が所作を見ることができますので、じっと一人一人の動きをですね観察していただければと。さあ、鳥毛組、御徒組の後には御神馬のお姿が見えてまいりました。二頭の御神馬、現在見えております。先取り毛の合図でやっと始めております。大取り毛も声を一斉に揃えて、こらやあのよいよいで今詰めております。以後藤子総大長が今頭の上に大きな提灯を振り上げました。大きく今回っております。1回2回、3回、代表の方の高有教授、一気に駆け上がっております。3回目の挑戦が振られました。はい、ありがとうございます。ここで御神馬の危険についてご案内申し上げます。先馬クリオチェリー号に引きます。さて、御徒組、準備の方がよろしいようです。総大長に注目。カラスを踏んだ御徒組が今階段を駆け上がっております。総大長の提灯に注目をしてみましょう。はい、伊野高尾さんが今提灯を振っております。はい、伊野高尾さんの大きなあの提灯が振られました。
さあ準備はよろしいようです。女優会の皆さん、避難人保存会の皆さん、元気にご協力願いたいと存じます。クリオスチェリーゴ、クリオスチェリーゴでございます。さあご順番、クリオスチェリーゴ、さあ頑張っております。一気に駆け上がってきました。はいはい、ありがとうございます。拍手反対でございますね。愛想部ハーモニー部ご実家後馬でございます。アリス・オブ・ハーモニー号、ご順番の後馬が今準備をしております。さあ運気がいいですね。ありがとうございます。15段の階段